骨の。おお、あるやん。あ、ほんまや。なんかが抜けてんねん。32。あ、30や。30？ 鶴田さん、今日ビデオ撮ります。いやいや、ラッキー30や。だからちゃんと俺はロゴの入ってない服着て。お腹出てます。お腹出てます。これがもうロゴやねん。よろしくお願いします。お願いします。何遊びでしょうか。何遊びでしょうか。とりあえずまた組んでる。昨日外した、頑張って。そう、吉本さん一人で外しました、これ。すごいね。すごい。すごい。ACU って車内。車内。あ、車内か。あら、懐かしい。可愛らしいじゃん。懐かしい。嫌いじゃないで可愛い。え、汁物は抜いたんですか。汁物抜きました、全部。ミッションオイル。ミッションオイルも抜きました。だからもうソフト抜けるやん。全部抜きました。あ、吉本さん、そこ外さんでも多分インターミディエートやから、もう、そこ、物事抜けるよ、ここから、スポーンって。で、そこ外したら、物事抜けるね。あの、うん、ブラケットが残って。あ、これが残ってな。そう、うん。はい。だいぶ頑張ったね。お前、すごい。ね、進んでるやん。これでね、多分、全然違うから。え、全然違う。今日は天気やし、もう最高やで。昨日も暑かったっす。暑かった、確かに。昨日トラックのあのクラッチのレディースシリンダーをオーバーホールっていうことで、もうトラックの下潜るの死にそうやから。アンドカーすごいっすね。プロがいるっていう。アンドカープロ長いですよ。これでしか飯食ってんの。それ以外でなんか飯食ってろか。実はプロや。実は。もう取れる気配ないけど。ないでしょ。うん、僕諦めました。諦めた。はい。諦めるんです。諦めて。はい。カップラー側で外しましょう。あ、そういうこと。こっちで。もう我から面倒くさいですよ。また面倒くさいし。海の天気もわっと取らなあかんようなものが結構あるんですよね。買い替える覚悟で。この人か。こっから出てるこの人。この人やな。あ、その人ですね。これ MRS、まあ MR2 も一緒やけどさ、エア抜き大変やで。ケツ上げんと。これ。エア抜きやろ。エア抜き。ラジエーターですよ、ね、あ、そうそうそう、あれ楽しいでー。12か。まあ話してたら多分すぐ抜けると思う、話してる間に。そうそう、あ、やるやん、やるやん。何それ。やるやるとは聞いとったけど、部屋抜きの、あの工具ですね。やりよるな。さすが。まるで整備士みたいな。エンジンハーネスどっち側や。上側。下側は関係ないな。上側だけやな。抜けるで多分。抜けるですか。抜けるんやったら。多分ね。抜けるんやったら。うん。楽やろ。もうこっちの作業やめる。まあどっちにしろ下ろしてから回転どうなったんだろう。ああ、しこった。もう抜けるで。マジで。マジで。あ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ちょっとだけ。こっちのね、クリップだから。こっちから抜くわ。もうカバーが。めくれ始めとるやろ。はい、ああ、ゆっくりどうぞ。はい、どう抜けよった。はい、抜けた。あ、ほらもうこれでいいやん。せやろ、やるやん。せやろ。これ緑何ついとったん。これなんか回転信号っぽい。なんかとったる。
開けた。これはカプライターちゃんと。あ、ほんま。ちゃんとコプライター、あの、リブシーナーさるから。俺は何を見てたんや。いや、なんか見てましたね。違うもんね。俺は何を見てたんや。ちょっと違うもん見てましたね。ちょっといいかな。うん。ほんま、向こうで支えて、俺だろうな。行くよ。ちょっと待ってや。まだやで。はい。で、いくよ。ええ。硬いぜ。そうやね、それな。抜き方マジこれですよ。この視聴者の皆さん、これですよ。これしかないんですよ。さあ、引き寄らん。オークションの時間が。あ、まだ大丈夫。いや、あかんな。そうなんだ。あげます？せーの、えい！せーの、えい！ダメか。ダメ。ひよらん。ひよらん。岡山弁やで、ひよらん。岡山弁。ひよる、ひよらん。ちょっとね、ちょっと。クリッとひねってくれる？こっち？クリッ、クリッと回してくれる？回る？あ、回す？うん。オッケーオッケー、この辺ぐらい。多分クリップが効いてんのよな、結構。効いてる、効いてるで。いくで。せーで。また。あ、取れたー。よっしゃ。いいか。いいか。オイルシール炒めるから。ちょっと待ってよ。意外とこのあいつが抜け。あいつが。ストラットのボルト外れてるけど。抜け。これでいく。これでいく。オッケー。ちょっと切った。あ、いいか。抜けよる。抜けよる。抜けよる。抜けた。抜けよる。抜けた。岡山弁やで。うるさいわ。ミュージック聞けて。ドア。ドア。もうドアやめて。俺が集中できへん。だいたい上切るもんはもうこんなもんやと思うんですよね。なんでちょっと。これどないしって言ったの？これ。くりくり回したの？はい、これ。うん、熱いの上げてみる？そろそろ、うん、頭ありはほぼほぼ、この一つのままでいいんですか？はい、フィールは後で最後に、ちょっと最後に裏から貼ってくれるはずよ。いつまでもちょろちょろ見えるから、うん、ギリギリに抜きますわ。なんかね、ちょろちょろ見えるでもこれ、コネのカリカリ欲しいんですよね。おっしゃ。録音されてます。らしいです。らしいですよ。カットですね、ちょっと。現状、なんかめっちゃ弱み握られてみたいな。マめちゃくちゃ弱み握られてもうた。えらいこっちゃ。大丈夫、よし、俺言うこと聞くから。あ、抜けたで。ワイスグリップ偉い。抜けた。どうした？出番。出番。やってくれんねん。出番やもん、やってくれんねん。ほら、ひよりやろ。あ、でももう、君のおしっこぐらい。うまいな。ああ、これやったら、後で抜けます。うん、緑より。あ、いいなぁ、それ。それいいやん。いいやん、それ。見えへんの手どけてくれる？ここやと思うねんけどな。入るかな。そこ。あ、いいね、ちょっと曲げすぎかもしれないですね。曲げすぎかもしれないですね。それは確かに。これをこうしたらいいか。これぐらい。これ短いからこのまま何しかいけるかもわからない。よいしょ。でもういけるいかれへんか。もうちょい、もうちょいか。はい、オッケー。いいよ。いいか。はい、いいよ。いいよ。
俺何もしてない大丈夫なんか見てんこれうわフラフープできますねお前できるできるできるかもしれないこんな柔らかいのってできるおじさんのおっさんですおじさんにしても体軽いと思うでたもん間違いないです若手上手やわやかましいこれで全部ほとんどあれした今だいたいなやっぱコンプレッサーやこのマウント緩めていくで緩めるだけもう、うん、緩めていくここにはおるけど、コンプレッサーは抜け出してこようとはしないですね。だからずれないと。うん。だからエンジンマウント切ったら、うん、抜けるんちゃうかな。ガソリンかぶってもだ。大丈夫。さらに剥げるだけ。大丈夫です。大丈夫です。コンプレッサーな、チューブラリンちょっと怖いか。揺らした時にコロンとするか。こんだけかけとこうかいや、このままで、どっかに上から吊り下げようやいやいや、そうしたら下ろすときに邪魔なのね、うん、ここの、あの、あいつよりはこっち側に川さんだったら降りひんそこのホースに引っ掛けてるんだ引っ掛けてもあかんって邪魔になるからあの、オルタネーターあるやんあれよりもこっちに来れるから使い抜けて、こっち、ここよりこっちに来れるからおそれやったら、トナちゃんもこっちを切ってしまってブラシとブラシとなった時にこっちにこの配管分あブラーンとなるからか逃げれるんちゃうかなそしたら今危ないから1本だけ止めたこれ切った時に落ちてくるかもしれない下ろす時よりも乗せる時も大変ですねそうやなだいたい乗せる時の方が大変この間さあのスバルのエンジンミッションあ、ちゃうわ。ハリアや。ハリアのエンジン乗せ替えてる V6。それがさ、台車に乗らん。ハリアの壊れる。壊れたんや。あ、ちゃうな、あれ。あ、ミッションや。ミッションが壊れたんですよ。ミッションが壊れたけど、ミッションごとで降りひんやつやって、でっかいメンバーごと下ろさないかんやつやって。で、タイヤに下ろしてん。あ、そっから身動き取られる。降りたはええけどでエンジンクレーンで積んねんけど積ったら今度ミッションも手で持てる重さじゃなくてあもう持てんやろ普通のクレーンが2ついるねん下ろしてからどっから行くのって結局そのこういう状態だったら動かせるわけよで下ろしてきたらずれてんねんずれてる状態ではケットも動かへんわけよ動かへんよなで、とうとうボルトの位置をずーっと地面に大事かで、そこに合わせるよこの辺やな、みたいなここやなすげえなそれで積んだ今もう名残でもう日売荘のとこにマーキングの頭ソマヤさん来てくれたからなんか心強いな、はい、なんでやっぱりじゃあ、こっちは面白いし昨日は1個ずつここはどうやってあれしようかな考えてみよう。なんか何も考えてでもあのこういうの2人ぐらいのが作業楽しい。楽しい。うん、そうですね。みんなでやるときも言ったけど、はい、2人のが楽しいで。そうですね。これは楽しい。楽しい。ああでもね、こうでもねとか言いながら。もうこっち切るだよ。ああいいよいいよ。切るよ。こっちからしよう。だけど何も動かない。動かない。こっちも切って。こっちに力入れていいかも分からへんけど今ネジ抜きよそっち来るかもしれんねいいでこんな一人で持てるからかっこええあなるほどなそういうことかこっちやわこっちで上よしオッケーで入れたおコンプレッサーが落ちる落ちるコンプレッサー抜けるわこれでよしいや生まれたけどどうしよう。どうした？これここぐらいでいいと思いますよ。でもこの高さは邪魔やな。すごい。これ大丈夫じゃん。コンプレッサーの持ち上げから。うん。これ大丈夫。あ、いいね。
どういいと思う。あ、今日さ、ミュージックを吹かれてる。そうな、ミュージック、ちょっと君はガソリンを飲むから。ドア、ドア開けてや、ドア。え、ドア開けてや。トシ行ったら、ほんまでも力弱らないね。あの、もう一生懸命基礎体力がなくなるんやろ。あ、ほんまやね、知らんけど。でも、なんかあれやな、勢力だけは結構な人多いな。あの、うちの裏の、いや、俺はそうでもないけど。そうでもない。そうでもないんか。いや、うちの裏ってラブホテルなんですよ、会社。まあ、元気な人いるぜ。お、あの人って60超えとったなみたいな。そんなん見た目で、あの若作り失敗してるだけかもしれない。そうだね。ほんまは年いけへんかもしれない。つまりさ、ちょっと自分が若作り成功してるからって、そういうこと言いたいか。まあ、そればっかり言うな、ほんま。硬いやろ。俺硬いわ。硬い。あ、いいの来ました。ありがとうございます。おい、はっはっはっ。よっしゃ。よっしゃ、OK。あ、叩くとこここです。ほんで、それでもう、あれじゃない、左右や、左右。アクセルワイヤーが折れてこんなとこに。あ、そうや。12ミリ。12ミリはどうすんのこれ。12ミリやね。12ミリのスパニャー。ああ、スパニャーな。おとっちゃん。はい。おとっちゃん、ちょっとね。おとっちゃん、はい。おとっちゃん、ちょっとエンジン乗ってほしい。どうしても？どうしても。なんか何があってもベルト止めるやつありますよ。これ何キロで詰まったよな。え、あ、おお、すごい。お、バランスいいやん、このエンジン。やろ、かけた位置がええねん。あ、なるほどな、そういうことやな。あ、もうちょっと上げてください。まだ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 、はい、オッケーです。ええ天気やな、これ雨やったらなんかちょっとテンションちゃうな。お、ミュージックだよ、ミュージックだよ。だよ。ドアわかんない。エンジンの高さをこれだけ上げたって言ってたんですよ。あ、なんか、あの、金属ベルトくるのね、ペーサーかなって思ったのね。そうですよね。ほんなら、OK、これでゆっくりちょっと上げてほしい。2人でセント見ていて。いいよ、ゆっくり。はいはい。いいかな。いいよ。結構安定してるから、そのままピョーって。ほんまや。ほんまやと。ほんまやと。好きで。はいはい。いいよいいよ。いいよ、上げていいよ。はい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 。全然大丈夫。はい、全然大丈夫。ほんまに安定してるから。俺のかけどころが良かったの、多分。OK よ、いいよいいよ。いいよいいよ。あー、いいよ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 。いいよ。アーステンとか大丈夫よな、こっち。あー、こっちは大丈夫ですね。こっちは大丈夫。裏面も何も見せてないと思われ。はい、まあ、はい、行っちゃってください。じゃあこのまま行けます。はいはい。こけへん、大丈夫？大丈夫、大丈夫。力はかかってない？うん、結構安定してますね。いいよ、いいよ。はいはい。はいはい。はいはい。そっちって、バルクヘッド側に、エンジンって倒れてないよ。バルクヘッド側にエンジン倒れてないよ。うん、倒れてない。大丈夫、大丈夫。いいかな？はいはい。別の側しとは。もう行けるわ。待ってー！てってでーよ。し、帰ろう。はい、帰るのかい。